ビワハヤヒデ、1992年に中央競馬でデビューし、早くから頭角を表す。翌1993年のクラシック三冠路線では、成田大臣、ウィニングチケットと共に、それぞれの頭文字から、BNW と呼ばれたライバル席を築き、ビワハヤヒデは三冠のうち最終戦の喫下賞を制した。1994年には小馬、コバ、 5歳以上を馬最強馬として、格好たる地位を築き、天皇賞、春、宝塚記念を優勝。同年、判定、異不帝の成田ブライアンが、クラシック戦線で圧倒的な強さを見せ、年末の有馬記念での兄弟対決に期待が寄せられたが、天皇賞、秋でビワハヤヒデが故障、引退したことにより実現せず終わった。通算16戦10勝。 デビュー以来の15戦連続連帯2着以内は、新山に次ぐ中央競馬史上第2位の記録である。1993年度 JRA 年度代表馬及び最優秀4歳、ボバ、1994年度同最優秀5歳以上、ボバ。競争馬引退後は種ボバとなったが、中央の重賞勝利馬を出すことはできず、2005年より、 高老馬として、余生を送っている。以下、競争馬引退までのバレーは2000年以前に、使用された、旧表記、数え年で記述する。母パシフィカスは1990年に、イギリスニューマーケットで開催されたセリーチで、日本から参加していた、早田光一郎に落札された。当時無名の種ボバシャルードの子を受退した状態で、日本への移動後は早田が経営する。 早田牧場にイカップ市場へ運ばれ、出産を迎える予定だった。しかし当時はバブル景気の公共でオベから続々と繁殖場が輸入されていたため、検疫許可が大きくずれ込み、成田空港到着時には出産予定日が間近に迫っていた。パシフィカスは、急遽、福島県の早田牧場本場に運ばれ、3月10日、イギリスからの持ち込め馬として、後のビワハヤヒデを出産。 こうした経緯から、美和早秀は、戦後の競争馬としては、数少ない福島県産馬になった。生後一ヶ月の頃、馬選びの代理人業を行っていた、日清牧場社長、高山雄貴に見染められ、高山が進めた馬種の中島勇に購買された。同年秋に、中島から、馬の見分を求められた後の管理長教師、浜田康成は、当時の印象について、 まだ体ができてない感じだった。体型的にも頭が大きくて、足も太かった。企画から外れた感じだよね。ただ血統が良かったから。肌にノーザンダンサーというのはなかなかいない。だから、ビワハヤヒデの体型的なものは、それほど気にしなかったと語っている。二歳秋に、牧場の牧作に激突し、右前肢膝下の肝骨付近の皮を10センチメートルほど、 木でえぐる事故を起こす。幸いにも傷がなかす時には到達しておらず大事には至らなかったが、わずかでも事故の箇所がずれて、剣を損傷していたら、競争生命を絶たれていたほどの怪我であり、証痕は後々まで残った。競争年齢の3歳に達した1992年4月1日、滋賀県立東トレーニングセンターの浜田球社に入る。 競争名は中島が使用する冠名、美和に、早さに秀いでるとの願いを込めた、美和早秀とサタ、早は、早田牧場の、早ともされる。当初は8月の小倉開催でのデビューが予定されて、いたが、体調を崩したことから9月13日の、阪神開催で初戦を迎えた。浜田は、熊沢重文に起乗を依頼したが、同じ新馬戦でデビューする。 ダンシングサーパスへの起場を理由に断られ、騎士彦を安城に迎えた。当日は2番人気に押されると、2着に、大差、10馬身以上、タイムにして1秒7差をつけて圧勝した。続く、もみじステークスもレコードタイムで勝利。その次層に、浜田は、京都三歳ステークスを見据えたが、重傷をという中島の予防を入れ、全2層から距離が200メートル短縮される。 デイリーハイ歳ステークスに出走。浜田は前半取り残されないかと危惧したが、2着に庭新弱をつけ、芝線4 0 0メートルの3歳レコードを一挙に1秒に短縮する1分217のタイムで勝利した。12月13日に迎えた3歳王者戦、朝日ハイ3歳ステークスでは、単勝オッズ1.3倍という圧倒的な一番人気に支持された。レースでは、 道中中段から最終コーナーにかけて進出したが、直線ほぼ並ぶ形で抜け出した、エルウェイウィンに花させり負け、2着と敗れた。初の敗戦を喫して、シーズンを終えたが、当時の規定では、外国サンバであるエルウェイウィンに、翌年のクラシック競争の出走権はなかったため、クラシック路線に向けての最有力馬という評価は、確かなものであった。 4歳となった翌1993年初戦には、東京優秀日本ダービーを見越して、同場開催の共同通信杯4歳ステークスに出走。単勝オッズは再び1.3倍の本命となったが、先行したマイネルリマークを捉えきれず、前走に続いて、花さで敗れた。調整途上での赤敗でもあり、浜田は、 この敗戦を大きく捉えることはなかったが、馬主の中島は不満を抱き、騎手の交代を要求。浜田は中島と数度会談して、留保を求めたが、最終的にこれを認め、騎手はビワ早秀から降ろされることになった。騎手は共同通信杯の敗戦と交番について、完全に油断負けです。相手を舐めてはいけないということをビワ早秀から教わりました。 クラシックでの乗り方などもいろいろ考えていたのですが、このレースで負けたのだから、降ろされることは覚悟していましたと実感している。浜田は新たな騎手として、天才と称される、竹豊を勧めたが、中島は、部もキャリアが浅いから危ないと、この提案を退け、ベテランの騎手を要望した。模索の中で、関東のトップ騎手である、岡部幸男の名が上がったが、浜田。 中島ともに岡部との面識はなく、依頼は難航した。しかし中島が粘り強く直接依頼を続けた結果、3個の例に応える形で、岡部は美和早秀への起乗を承諾した。しかしながら、岡部は当時美和早秀に対して、早熟のマイラーではないかという印象を抱いており、また、クラシック戦線においては、朝日杯五着の日本ピロスコアに期待を寄せていた、ことから、 この時点での機場は一度乗って感触を確認するというものに過ぎなかった。なお、当時2002章の成績であったクエスト・フォベストを岡部の本命視する報道も多くあったが、岡部は同馬について、いい素質があったけど、体力的にクラシックはきついだろうと思っていた、述べている。岡部との初コンビとなった若葉ステークス、サツキショートライアルでは、単章オッ一点三倍の人気に応え、 岡部が無知を振るうことなく日着に2場審査をつけ楽勝。この後、岡部の他の有力騎乗馬が相次いで故障し、コンビ継続が決定した。クラシック初戦、サツキ賞、4月18日では、前哨戦の弥生賞を制した、ウィニングチケット、柴田正騎乗に次ぐ2番人気に支持された。レースでは、先行集団を見る形で道中を進み、 最終コーナーで2番手まで進出。最後の直線では伸びきれないウィニングチケットを尻目に、半ばで抜け出したが、後方から両馬の動きを伺っていた竹豊貴城の成田大臣が、大外から一気に追い込み、美和早秀では、ゴール直前で首逆はされ2着に敗れた。岡部は、相手の馬が強かった。しょうがない。ただ、直線でもう少し話題があっていたら、 結果は違っていたかも。馬が正直に走りすぎて二千メートル以上走っているよ、などと敗戦の弁をべた。浜田は後にこの競争を振り返り、あの瞬間はあっけに取られて呆然としてしまいましたよ。坂上でウィニングを競り落としたところで、よし勝ったと。それが手の中に入った瞬間、ぽろっとこぼれ落ちちゃったんですからね。それにしても、 こちらが乗ってもらおうと思って、結局やめてしまった、武勲にやられたんだから、皮肉なものですねと語っている。5月30日に迎えた日本ダービーでは、サツキ賞で4着に敗れたウィニングチケットが、前走に続き一番人気、ついで美は早日で、成田大た新の人気順だったが、オッツはそれぞれ3.6倍、3.9倍、4.0倍と、拮抗し、 三強対決の様相を呈した。スタートが切られると三党はそれぞれ中段から後方に、一。第三コーナーから最終コーナーにかけて、岡部美和早日では前へ進出しつつ荒れた状態の馬場内側を避け、外向きに進路を取った。しかし直後につけていた柴田ウイニングチケットは、束が避けた内側の最短距離を通り、一気に先頭に立った。最後の直線で、 ビワ早秀は逃げるウイニングチケットを追走し徐々に差を詰めが半馬心及ばずサツキに続いての2着となった3着には追い込んだ成り立たれが入った岡部は競争後のインタビューで4コーナーでウイニングチケットについて行きたかったが動けなかった瞬発力の差だそれに内拉地沿いは荒れていて入る自信がなかったビワの状態も良かったけど パドックではウィニングが一番よく見えたし、柴田は自信があったから入れたんだろうね。直線ではよく差を詰めたけど、かわせるとは思えなかったなどと述べた。浜田は馬場状態の良いところを通らせた岡部の判断に理解を示しつつ、でよりも大啓キのあたりから4コーナーまでの300メートルがレースを左右したと思いますよ。岡部君は大啓キのところから馬を外に出したんですが、 前にいた同時マム敵が急にバテて下がっため、せっかく外に行ったものを、またうちに入らざるを得ないというロスがあったんです。あれが何にしても痛かったと解雇している。日本ダービーの後、他の有力馬は、休養に入る夏の間もビワハヤヒでは、立東に残り調教が続けられた。秋に入り、本格的な調教が始まるにあたり、浜田は、厳しい反路調教で鍛えられた。 前年の二冠場ミノブルボーンに習い、従来の半路二本を週無一家というスケジュールを、水、金、日曜日は三本に増やすというものに変更した。当初ビワ早日では苦しがる様子を見せ、三本追いの三本目には、ババイリを嫌がり、動かなくなってしまうこともあったが、やがて調教タイムが、如実に向上するなど成果が現れていった。また、 ビワハヤヒデは物音に対して臆病な面があったことから耳多いのついた赤い面子、覆面を着用していたが、浜田と岡部の話し合いにより外されることが決まり、耳の部分に徐々に穴を開けていき2週間で完全に取り外された。デビュー以来初めて素顔での出走となった秋初戦、神戸新聞杯では2番手追走から直線で輪無を使われることなく、 抜け出し、二着年配シーザーに一番新反差で勝利した。11月7日に迎えた三冠最終戦の菊花賞では、春の三強のうち成田大臣が前哨戦を前に、発症した肺出血の影響から不調で、京都新聞杯を勝って、ここに臨んだウイニングチケットと飛びはヤでの一騎打ちと見られた。当日は初めてウイニングチケットを抑えての一番人気に支持される。 レースでは道中は3番手を進み、最終コーナー手前で早々に先頭に立つと、最後の直線では後続を突き放し、ステージチャンプに5馬審査をつけて優勝。クラシック最後の一巻を獲得した。総破タイム3分4秒7は芝3000メートルの日本レコード、当時、ビワ・ハヤヒと共に、浜田、中島もこれが GI 競争初制覇であった。浜田は後に、 この競争について涙は出ませんでした。とにかく嬉しかった。やるべきことはすべてやって、その結果が出たわけですからと振り返っている。年末にはグランプリ競争、有馬記念に出走。八頭の GI 優勝馬が揃った中、ビワハヤヒでは初めての子馬、5歳以上馬との対戦ながら一番人気に支持された。 レースでは、喫花賞と同様に最後の直線入り口で先頭に立ったが、前年の有馬記念から1年ぶりの出走であった、東海帝王に残り200メートル付近でかわされ、半馬審査の2着となった。東海帝王の前年のシーズンにおいて、主戦騎手を務めており、振った馬に敗れる結果となった岡部は、自分の思い通りの競馬ができたし、勝ちパターンに持ち込めたが、直線で横を見たら、 東海帝王がすごい手応えで並んできた。帝王に負けたのは仕方ない。来年はお返ししないとと語った。なお、東海帝王は翌年故障し、結果としてこれが最後の出走となった。翌1月に発表された当年の JRA 商標賞では、菊花賞のタイトルに加えて、GI 競争における3度の2着などの安定した成績が評価され、安田記念、天皇賞、 発揮を制したヤマニン・ゼファー・オーサイの年度評判に、選出された。一方、この結果には、この程度の成績で、年度代表馬かという旨の批判的な意見もあった。なお、最優秀サ歳サイボバには、アサヒハイサ,サイステークスに優勝した判定の、成田ブライアン選出された。翌1994年は2月の京都記念から、指導し、過去最高の負担重量となる 59kg。 初めて経験する、やや重ば場,場といった懸念を払拭し、2着に7場審査をつけて圧勝した。自走の天皇賞、春では、ウィニングチケットが休養中、東海帝王と前年度優勝場のライスシャワーが回避と出走場の層が薄くなった中で、圧倒的な一番人気に支持された。レースでは、スローペースにこらえきれずかかる様子を見せながらも、最後の直前で抜け出し、 二番人気の成田大臣の追い込みを待ってからスパートをかけるという余裕を見せ、同馬に一馬身余りの差をつけ優勝。GI2 勝目を挙げた。この前週に成田ブライアンが4歳クラシック初戦のサツキ賞をレコードタイムで制していたことから民放のテレビ実況を行った杉本清はゴール前で兄貴も強い、兄貴も強い、弟ブライアンに次いで兄貴も強いと伝えた。 これについて、杉本は、気の早いマスコミは、三冠か、などと騒ぎ出してんとなく弟一式に傾いて、いたので、いや、兄貴も強いんだぞという気持ちが出ましたと述べている。続く春のグランプリ、宝塚記念では、前奏の顔ぶれから成れた体も抜け、どれが相手だかわからないようなメンバー、浜田となり、二着アイルトンシンボリに小場審査。 2分11秒にという芝2200メートルの日本レコードタイムで優勝した。この2週間前に行われた日本ダービーでは、成田ブライアンがやはり5馬審査の圧勝を演じており、競争後、兄弟対決について水を向けられた浜田は、今の美は早秀ならなんとかなるんじゃないか。いや、これ以上は勘弁してくれよと語った。夏は前年と同様に、 立東トレーニングセンターで過ごしたが、当年は記録的な猛暑となり、和防の前に氷を吊るすなどの暑さ対策が施された。そうした中、浜田が、美和早秀の秋の予定について、オールカマーから天皇賞、秋、有馬記念という路線を進むことを発表。当時欧米やオセアニアから数々の競合を招いていた、国際競争のジャパカップを回避するという内容について、 浜田は昨年の有馬記念では口惜しい思いをしました。また、共に順調に行けば、有馬記念で成田ブライアンとぶつかることになるでしょう。だからぜひ、有馬記念をこの秋のピークに持っていけるようにしたい。最近の傾向を見ていると、ジャパンカップと有馬記念という二つのレースを共に万全の体調で迎えることは非常に難しいように思うんです、と説明した。 しかしこの決定は、特に天皇賞出走について一部に、勝負付けの済んだ相手と走り、未知の競合から逃げているという胸の批判を招き、作家の石川義美は、競馬会の広報誌、優秀に、日本最強馬の動向と題した、抗議文を特別寄稿した。また、同誌で、国際欄を担当していた石川渡は、ジャパンカップへの展望記事でこの回避を、3と表現し、 あとに、今は、もうそんなことは思っていないとしながら、当時は、日本最大のレースジャパンカップをあえて逃げるなんて、そんなお呼び越しでは、そのうち、良くないことが起こるだろう。勝負の世界では、弱気になったら負けなんだと感じたとしている。一方、こうした出来事を受けて同志が、有力馬の GI 回避説について読者からの意見を、周すると、回避に賛成する意見が48%。 そもそもファンに口出しする権利はないとする意見が25%、回避に反対する意見が22%であった。浜田は後にジャパンカップ回避は中島の意向だったと明かし、昔の焦点競争だから、昔の人間にとってはやっぱり天皇賞は大きいよと述べている。秋初戦のオールカマーではウィニングチケットと有馬記念以来の対戦となったが、 同馬に一馬進三、四差をつけて勝利。しかし浜田が478キログラム、悪くても476キログラムで走らせるつもりだったという馬体は470キログラムと細かしており、競争後の岡部の表情も沈んだものだった。天皇賞に向けての調教過程においても体重は戻らず、10月30日の天皇賞当日も前奏と同じ馬体重で出走した。 当日は単勝オッズ1.5倍の一番人気に支持されたが、岡部はパドックでまたがった瞬間、いつもと違うと感じたとしている。スタートが切られると常の通り先行したが、最終コーナーから最後の直線にかけて一度も先頭に立つことなく、ネイハイシーザーの5着に敗退、生涯で初めて連帯を外す結果となった。さらにコースから引き上げる最中に、岡部が下馬。 競争後、左前足に、屈腱炎の発症が認められ、全治1年以上と診断された。岡部は、道中は、足の異常は感じなかったが、反応がすごく悪かった。ボきっと行かなかっただけ良かったよと解雇し、浜田は、早日では、鋼鉄ではできていない、とは言ってたけど、やっぱり馬は、馬か。これで、早日で神話、は終わったわと語った。 競争の3日後の日日、後月同じく天皇賞で、屈辱園を発症したウイニングチケットに続く形で、浜田から、美和早秀での引退が発表された。これにより有馬記念で期待された成田ブライアンとの兄弟対決も実現せず終わった。この4日後に行われたキッカ賞で成田ブライアンは、史上5頭目のクラシック三冠制覇を達成。実況の杉本清は、 最後の直線で、成田ブライアンが、先頭に立つと、弟は大丈夫だという言葉を数回挟みながら、その模様を伝えた。春の GI に連勝が評価され、翌1月には、JRA 賞最優秀5歳以上母馬に選出。16日には、京都競馬場で、引退式が取り行われ、菊花賞の絶賢、七尾月ファンに競争生活最後の姿を見せた。競争馬引退後は、 中島の個人所有で、幼駒の美和早秀を中島に進めた、高山祐希が経営する、日清牧場で、種ぼばとなった。馬に負担をかけたくないという中島の意向で、後輩党数を抑える方針を打ったが、それでも3年目まで66、54、60と数を集め、相手の全体的な質では後に種ぼば入りした、成田ブライアンに劣ったものの、 早田牧場の馬を中心に一級の繁殖品馬とも、交配された。初年度産区の育成が進むにつれ、馬産地では、美ワ早秀の子は走ると評判が立ち、4年目の交配相手は70頭と、さらに増加したが、1998年よりデビューした産区から、中央競馬の重賞勝利馬は出なかった。主な産区には、日経新春杯2着、京都競馬場。 2400メートルのコースレコードを受立した 3MX などがいる。2003年以降は産区がなく2005年をもって種ボバを引退。以後は日清牧場で功労馬として余生を過ごしている。3歳から5歳まで一戦での活躍を続け、短距離の1400メートルから長距離の3000メートルまで4度のレコード勝利を挙げた実績から万能の名馬。 吉沢常時とも評されるが、岡部幸雄は美和早秀について、本質的には優れた中距離場であったと評している。また、ライターの山田康文は美和早秀の添付の際はスピードであり、長距離で活躍するスタミナは、鍛錬により後天的に備わったものであるとしている。中央競馬橋においては、 ビワハヤヒデは1988年の年度代表馬、タマモクロスから始まり、オグリキャップ、メジロマックイーンと続いた、足毛の王者の系譜に連なるとされ、その引退により、足毛の時代が終わりを迎えたとされている。岡部は、歴代の名馬との比較について、中長距離では七冠馬シンボリルドルフに次ぐ存在か、との質問に対して、それぐらいに思えてると述べ、 また、有馬記念で敗れた東海帝王,王との上下を問われ、帝王は確かに強い時は、美和以上のものを感じたとしつつ、コンスタントに走れるのはとにかく強みとして、和平英を上位に挙げた。また、競争生活晩年を振り返り、あの年に無理をさせず、十分な夏休みを与えていれば、天皇賞で故障することもなく、翌年は、チャンピオンホースになれていたんじゃいかと確信している。兄弟対決になっても、 ブライアンをねじ伏せられた可能性も低くはなかっただろう、と、不慮の引退を惜しんだ。他方、その存在感について、ライターの谷川義久は、真のスターの座につけないまま競争場生活を閉じ、いつもレースの中心にいながら、決して物語の中心にはいなかったと述べ、また隆は、語るべき物語のない馬と評している。自身の作品に、ビワハヤヒデを数多く取り上げた。 漫画家の吉田美穂は、実績の割に評価が低くなってる気がすると述べた上で、早日は、結果的に勝ってたとか言うんじゃなくて、こいつは負けないだろうという雰囲気を漂わせつつ、本当に勝っちゃうんだから、強い馬だったのは、間違いないはず。そういうオーラを持ってる馬って、あまりいないからねと称えている。また、評論家の伊崎修五郎は、 どんな状況でもよく頑張るというのが、ビワハヤヒデの特筆すべきところとした上で、身で、波乱万丈でない文地味な印象を与えがちなビワハヤヒデは、成田ブライアンが三冠を取ったことによって、なお一層、立ち位置が一歩下がってしまった感があるが、十五戦、連続連隊は、もっと大いばりしていい勲章なのだと称している。体上の特徴では、顔が大きいことがしばしば取り上げられ、 チャームポイント、あるいはやゆの対象となった。アナウンサーの杉本清は、美ワハ秀が初めて面校を外した神戸新聞杯に、捨て、これには驚きました。何に驚いたって、でかい顔にですと振り返り、当時仲間と写真判定になったら、得するのではないかと言い合っていたと明かしている。また、ライターの安部玉まは、岡部騎士を乗せた美ワハ秀を見ると、 騎手の胴体よりも馬の顔の方が、はるかに大きく、長く、思わず笑わずにはいられなかったとしつつ、ビワハヤヒデに女性ファンが多かったことについて、その顔がもたらす、おっとりした雰囲気のせいもあっただろうと述べている。一方、高山祐希は幼ごまの頃のビワハヤヒデについて、黒目が大きくて、いかにも賢そうに感じたと振り返り、後にターフの人気者となってから、ハヤヒデは、 顔がでかいなどと言われたけれど、そんなことはない。白い分、大きく見える。それだけのことだと思うと、顔が大きいという見方を否定している。なお、浜田はかつて、顔の大きい馬は競争馬としてダメだという自説を述べたことがあり、その理由として、顔が大きいと頭が前に下がり、前足の出方が不十分になり、姿勢が窮屈になり、 フォームのバランスが崩れるという論理を展開していた。ビワハヤヒデを語る際にこの説を引いた大川慶次郎は、それでも高い能力を見せたことについて、多分、内蔵されているエンジンが他の馬とは違って一級品なのだと思います。それで、あれだけの実績を上げられたのだと思いますと述べている。父シャルードは、ビワハヤヒデの活躍を受けて日本に輸入されたが、 他に目立った活躍場を出すことはなかった。高山祐希は、ビワハヤヒではシャルードよりもソフカロの影響が強く出たのではなかとしている。四大父グレイソブリンを祖に持つグレイソブリン系の種ボバは、早熟な短中距離場の決闘という定評があったが、決闘研究家の吉沢ジョージは、その規制概念を新種ボバで登場た、トニービンと共に180度覆したのが、 美は早秀だったと評し、菊花賞以降の飛躍は、母の父のオザンダンサーの影響によるものではないかと、している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。